はい、ということで今回は聖地巡礼だよ。岡山県には天地無用の聖地があちこちにあるからな。今回はその中で美少女天才学者、和州ちゃんの聖地、和州山に行ってきたわよ。和州山スカイラインの北側から山を登り始めて、そのまま道なりにどんどん南下していったわよ。季節的に暑くもなく寒くもなく絶好のドライブ日和だったよな。そうね、そして車の窓から見える景色がとっても見晴らしが良かったわ。途中に気になったところで何箇所か立ち寄ってみたりして、楽しかったのぜ。最終的には岡山県で一番南にある山である和州山の、ほぼ最南端に到着したよ。っていうことで、始まります。まず最初は道路のすぐそばに鳥居があったから寄ってみたのぜ。和州山スカイラインから少しそれて山の中に入っていったのぜ。そしたらとっても静かなところに神社を発見したんだ。ここは雨の岩戸分けほふら神社っていう神社よ。なんだかんだ神社に縁があるな。そうね、そしてこちらの神社の主催神は雨の田力尾の神よ。どんな神様なんだ？とっても力の強い神様で、ご利益は綺麗上達、五穀豊穣、スポーツ上達、開運祥福、災難、厄除けとされているわ。力が強い、ということは何かエピソードがあるのか。詳しく話すと長くなるから簡単に話すわね。地上と天の境がまだ曖昧だった頃の神々の時代。うわ、なんだ急に変な声出して。こっちの方が雰囲気出るかと思って。いや、普通に頼む。何よ、わかったわよ。地上と天の境がまだ曖昧だった頃の神々の時代、太陽神である天照大神が天の岩戸という岩でできた洞窟に引きこもってしまうんだけど、外の様子が気になって洞窟の出口の近くに来た時に、天の岩戸の扉を開けて、天照大神の手を引いて、外に導き出した神様よ。人間の肉体の筋力に宿る神様とも言われているらしいわ。ボディービルダーの人たちが信仰してそうな神様だな。境内者もたくさんあったけど今回は割愛させてもらうわ。山の中にひっそりと佇んでいて、とっても落ち着く雰囲気の神社よ。確かにすごく落ち着いた気分になれたのぜ。今日一日事故にあったりせず無事に過ごせるように祈ったのぜ。じゃあもう少し神社を歩いたら出発するわよ。ああ、わかったのぜ。途中車を止めて景色を眺めてみたりしたのぜ。山のふもとの街並みが一望できるわね。どんどん登っていって水島の工場地帯が見渡せる展望台に着いたのぜ。ここは夜になると夜景が綺麗なスポットよね。ああ、だから人気の夜のドライブスポットだぜ。じゃあどんどん進んでいくぜ。ちなみにこの辺りで車の窓から見える景色はこんな感じだぜ。今度は小島川の展望台に到着したわよ。和州山の南東側の麓の景色が一望できるわ。ちょっと休憩するにはちょうどいい場所になってたのぜ。ちょっと一休みして出発したんだぜ。今度は和州山ハイランドに到着よ。ただお金がないから中には入れないわよ。まあ、今回はここが目的じゃないから別に構わないのぜ。その代わりと言ってはなんだけど、すぐ近くには有名な巨大廃墟、ホテル、ラ・レインボーがあるわ。ちなみにこの辺まで南下すると瀬戸大橋が見えるようになってくるんだな。そうよ、このロケーションなのにこの、ホテル、ラ・レインボーは、荒れ放題になっていて、昼間でも不気味な雰囲気を醸し出しているわ。中は立ち入り禁止だけど、落書きされてる様子がわかるわ。さらに夜になると不気味さが増すから、心霊スポットとしても有名ね。YouTuber の第二グループさんが、一週間泊まり込みの企画をやっていたな。そうそう、面白くて全部見たわ。どんどん進んでいくぜ。次に寄ったのは和州山不動明王だぜ。ちなみにここが和州山の最南端になるわ。瀬戸内海が一望できるけど今の季節は木が青々と生い茂っていて見えづらかったのぜ。そういえば後から知ったんだけど、御本堂の中に入って参拝できるらしいわ。そうだったのか。中に入って参拝したかったのぜ。縁があればまた来ることもあるかもね。
そして本日の最終目的地である和州山の展望台に到着よ。今日は展望台のてっぺんに初めて登ってみたのぜ。階段を上がっていくとものすごく景色がいいのぜ。でもまだまだ先があるわよ。そうなんだよな、この時はまだ。あそこまで先が長いとは思っていなかったんだよな。ここからさらにどんどん登っていくんだけど、その前にちょっとお土産屋さんを覗いてみたぜ。お金ないから何も買えないわよ。わかってるのぜ、皆まで言うな。じゃあ続きを登るのぜ。こうやって海の波をぼーっと眺めてるのも悪くないわね。なんとも言えない不思議な気分になるよな。この辺でそろそろ最終地点かしらね。そう思ってた時期が私にもありました。っていうことはまだ先があるのね。動画ではカットしていてわかりづらいけど、まだ結構な道のりがあったのぜ。今ずっと遠くに見えてる細長い塔が、ホテルラ・レインボーのあった場所だぜ。こうして見ると随分遠くまで来ちゃったわね。そしてここが頂上よ。ああ、とうとう到着したな。でも苦労の甲斐あって360度見渡せる絶景よ。本当にここはすごい景色だったよな。帰り道にビジターセンターがあったからちょっと寄ってみたわ。さて、今回はここで最後になるのぜ。天地無用、聖地巡礼の和州ちゃん編、楽しんでいただけたら嬉しいわ。ではではこの辺で。